私の美貌に見とれてるって。ダンコブだ。ダンコブ、これはダンコブじゃん。ダンコブタかわいい。ダンコブじゃなくてダンコブタだったら。忘れもしないったら、ジュエルタウンに引っ越してきたあの日。オパールです。皆さんよろしかったら。特技は美しさの研究。どうしたの？頭ぶつけたの？え？タンコブ、タンコブ、尖ったタンコブ。私自慢の美しく誇らしい角。ルビーはこともあろうにタンコブよ。降りたら、おかげでジュエルタウン人気ナンバーワンになるはずの私のセレブリティライフは台無しったら。じゃなくてタウン広告だっち。姫に見てもらいたいだっち。うん、タウン広告。こんなチラシがどうかしたったら。ん、ミスジュエルタウンコンテスト出場者募集中。これだったら優勝してミスジュエルになれば文句なしで、私は誰もが羨む人気者。この角がタンコブじゃないって分からせてやるったら。何が何でもミスジュエルになってみせるったら。姫なら優勝間違いなしだっち。ピカピカ輝く満点スマイル、みんなで集まって冒険、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ルビーとオパールがぴったんこデコ。へえ、ジュエルランドでもミスコンってあるんだ。ふん、発明コンテストだったら真っ先に出場するんだけど。何してんのブルー？の美肌クリームに最新式マッサージチェアを大至急お取り寄せして。すでに手配済みだよガーネット。すごい本気だ。ピンクは出たくないの？ああ、私はこういうのあんまり興味ないな。本当は出たいけど立候補するのは照れくさいし、誰かに推薦してほしいななんて思ってたりして。ドキまさか冗談じゃない。来るぞ緊急退避。人手の手裏剣。こちらルビー、応援を頼む。やらせるか。ルビー、それは一体。決まってんじゃん、ミスコンのリハーサルだよ。それがミスコン？そう、ミステリアスコンバット大会。全く意味不明よ。何なのその大会。ピンクもミスコン出る？なら、これあげる。ハリセントラップにタライトラップ。私は遠慮しとく。あと鳥持ちとかバナナトラップも
ナトラップ？バナナトラップってのは、うわうわうわうでつけたみたいにぴったんこなんだもの。ダメだ、剥がれない。もっと強い力が必要なんだもの。木に縛りつけて、もう片方をデコバスで思いっきり引っ張れば取れるんじゃない？行きバス。そんなことしたら姫のお尻の皮がきしめんになっちゃうだっち。魔法を使いなさいったら。魔法なら痛くないったら。任せて。地形の魔法しかないったら。あとはなんとかこの鳥持ちを剥がす薬を作るしかないんだもの。でも時間がかかるわね。どうすれば。私は大事なミスコンが控えてるったら。心配いらないわ。あなたなら優勝間違いなしよ、オパール。お笑い部門があればだけど。それにしても随分強力なんだね、この鳥持ち。そりゃそうよ。信頼と安心の100年保証だって。安心ラブ。100年くっついたままってこと？シャグーブラックアウト。うわー、綺麗な指輪、かわいいカップ、すごい。漫画ジュエル三国志が全巻揃ってる。すべて今では手に入らない幻の初版本たら、全523巻手に入れるまでそれはそれは大変で。わた何してるったら。借り読みたかったんだ。読むなら読むでちゃんと読みなさいたら。一冊読んだら一冊戻す。しかもなんでいきなり205巻から読むの。この匂いを。ちょっとどこ行くったら。ここだ。ちょっと何勝手に人んちの霊庫。おお、これはまさしく。それはジュエルタウン人気ナンバーワンスイーツで、1日10個限定のスペシャルケーキったら。私が楽しみに取っておいたんだったら、ルビーなんかに。このままでは間違いなく食べたい食べたい食べたい。ああ、となるのは確実。うん、分かったわルビー。2人で仲良く半分こしましょったら。本当じゃ、ルビーが半分に切るよ。半分は犠牲になってしまったけど、この際よしとするったら。半分越したよ。言っちゃって。そこには上半分がなくなったケーキが。しかももう食べ終わってるし。ルビーばっか
かりずるいだっち。僕もオパール姫とくっつくだっち。うわーだっち。コルミ先生、あらやだ、そんなところにくっつかれたら先生コマッチング、やみーん。774、775、776、777、778、779。ここに来るなんて珍しいな、ブルーナイ。ピンクのことでちょっと話があるんだけど。あ、マジで？ミスコンってミステリアスコンバット大会じゃないの？どっからそのわけわかんない大会が出てくるったら。ミスコンは美しさの頂点を目指す場所なのったら。そう、女の子ならみんなが。あちゃ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 、いけない、早く止めるから。ごめん、目開けらない。こっち、こっち。結構いけると思うんだけどな。お、おい、ピンク、起きてるか？はいはい。よっ。デッド、どうしたの？こんな時間に。その、あれだ。ピンク、出てみないか？ミスコン。え？急になんで？俺、ピンクならそこそこいい線までいけると思うぜ。そんなことないよ。私なんて無理だよ。俺、気づいたんだ。お前は、磨けば誰よりも光るものを持っている。そうかな。でも驚いたな、まさかレッドがそんなこと言ってくれるなんて。そうか。実はブルーナイトに言われたからなんだけど、ピンクをミスコンに誘ってあげてほしいんだ。僕はガーネットのエスコートがあるから。え、わかった。レッドが推薦してくれるなら出てみようかな、ミスコン。よっしゃ、そう来なくちゃ。オパールなら絶対優勝できるよ。ルビー？だってオパールはすっごいオシャレさんだし、綺麗好きだし、それにそれに素敵な角もあるし。何それったら、あんたになんて褒められたって別に嬉しくもなんて。応援してます。いつまで寝てるったら。今日は大事なミスコン開催日ったら。昨日ジュエル三国志全巻読破したからまだ眠いの。甘くれるんじゃないったら。ルビー、オパール、おいだもの、鳥持ち剥がす薬ができたわよ。遅いじゃないから、早くこれひっぺがしてったら。さあ、着いたぜピンク。え、ここが会場？気をつけろピンク、来るぞ。これって一体。気を抜くな。そんなんじゃ勝ち残ることはできないぞ。このミステリアスコンバット大会ではな。出たかったんだろ。いや、私が出たかったのは。次、来るぞ。せーの。剥がれないじゃない、もっとその薬塗ってたら。もう全部使っちゃったもの。おかしいわね、これなら絶対剥がれると思ったんだけど。失敗だったんだもの。どうしてくれるったら。このままじゃミスコンに出られないったら。オパールなら大丈夫だ。お尻にウサピくっついたユニコーンがミスジュエルになれるわけないったら。周りは全部敵に囲まれたわ、もうダメ。ピンク、ピンク、どうしたの。何があったんだもの。わかんない、でも助けに行かなきゃ。
トーマスったら。行く、待ってて。ピンク、ルビーは無理よ。ピンクは僕たちに任せるんだもの。やだ、行くんだもん。ピンク助けに行くんだもん。絶対諦めるもんか。何、お尻の皮を通じて感じたこれは。こんなことくらいで諦めないんだもん。取り持ちが伸びた。ルビーから出た強力なエネルギーが取り持ちの成分に反応したんだもの。お尻から出た魂を震わせる幻のエネルギー、シリコドマックスよ。シリコドマックス。では次の方どうぞ。エントリーナンバー24、コルミですよ。みよろしくよ。みおお、なんて魅惑的なんだ。匂い立つ私のこの魅力でミスジュエルの座は私のものよ。みコルミ先生。こんなにハイレベルだなんて。それにしてもオパールはどうしたのかしら。それでは次の方どうぞ。およ、いらっしゃらないようです。25番の方は危険とぶうことに。 いらっしゃったようです。なんと優雅で威厳のある歩き方なんだ。お尻の皮が引っ張られてなかなか前に進めない。それにあの表情、なんと魅惑的な眼差し。おまけに皮が後ろに引っ張られて目があんまり開けられないから。なかなかやるじゃない。オパール、今のあなた輝いてるよ。みん、オパール姫。よくこんだけ引っ張ってきたんだもの。通行人が転んだりしてないかしら。転んばす。それにしてもここどこだもの。ボットの GPS だと確かにピンクはこっちにいるみたいだけど。ピンク、あ、ルビー。よく見たらレッドもいるんだもの。ルビー、どうして。私のためにこんなにやつれちゃって。あ、いや、これは後ろ引っ張られてて。ありがとう、嬉しいよルビー。危ない。大丈夫。うん、ルビーは平気。ピンクが無事でよかった。あ、食べるか。よく見えないけど感じるったら。みんなの視線がこの私に釘付けになってるったら。ミスジュエルの栄冠はこの私がいただくったら。エントリーラッパーチジュあれ、どこここ。斬新な登場。実に素晴らしい。いやー、それほどでも。お
ます。審査員の意見全員一致でミスジュエルランドはルビーさんに決定。ちょっと何よ、どうなってんの。私まだ出てないんだけど。いいじゃないか、あんな小さなトロフィー君には似合わないよ。そうよね。ルビーのやつ、私の方が絶対魅力的なんだから。そうよね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。